はい、どうも加藤です。はい、今回の動画は肩麻痺の方をお話ししていきたいと思います。肩麻痺の方のお話、そうですね、入院してた時に、後輩から言われた言葉をちょっと自分なりにこう今解釈して、なんであそこでこう素直になれなかったんだろうなとか、今思えばそうだよなって、そういうのをちょっとお話ししていきたいと思います。ではではではスタート。これ言われた言葉が、無理しなくていいんですよって言われたんですよ。いやいや無理してないしあ、全然無理しないよって、普通いつも通りいつも通りみたいな、で僕はまあその時流したんですよ。じゃあ本当はどうだったかって言ったら、もう言われた通りです。めちゃめちゃ無理してましたよね。僕ね、結構面白いんですよ自分で言うなよね。本当、いやじゃなくて、やっぱこうなんだろうな、人をこう楽しませたいっていう、すごいサービス精神強いんですよね僕。結構こうバカとかアホなことやってたんですよ、ずーっと。で、まあ、いつも元気な加藤ちゃんみたいな。だからその入院した時も、なんか人に心配かけつったらダメだとかさ、元気でいなくちゃいけないとか、やっぱりなんかいつも通りの僕でいなくちゃいけないみたいな、やっぱそういうのがすごいあったんですよ僕の中では。だからその時気づかなかったですよ、無理してたっていうことなんて。はっきり言って、もうその時はもういつも通りでいなくちゃいけないっていうのが一生懸命だったんですよ僕は。だからその後輩が来てもいつも通りにこう、いや元気だよーって、でそれがでもこうバレてたんでしょうね、その後輩には。僕はすごい無理してるっていうのが、まあその後輩から言わせれば、僕は自滅型自分で自分で追い込むみたいなとこがあるみたいで、本当はきついのに明るく振る舞ってる、その姿を見るとやっぱり思うんでしょうね、そういう風に。だから無理しなくていいですよってさって言われたけど、でも僕にはその時はね、理解できなくて全くもって。でも後々になってくると、やっぱすごい無理してましたね僕も。やっぱなんだかんだって精神的にやっぱきつかったと思いますよ。そうですね、多分順調に回復していってたら、多分そこまでは思わなかったと思うんですけど、やっぱり後遺症っていうのが残り始めてくる、やっぱ思うようにいかないで、思えば思うほども元気にやらなくちゃいけないとか、だからこう気持ちがこう沈んでいく反対側では、もうテンション高く上げていかなくちゃみたいな。だからこの帰りはやっぱすごかったと思いますよやっぱ。だからそのやっぱ素直になるのが一番なんでしょうけどね。本当はきつい時にやっぱきついってこう言えるようじゃないと、やっぱ自分で追い込んでいってるから、そうですよね。やっぱりそこのところはやっぱりあれでしたね、まあ見抜かれてたっていうことですよね。よく見てたな俺のこと、ありがとう。今なら言える今なら言えるけど、その時7年前はちょっともういっぱいいっぱいでした。いっぱいいっぱいだったんだよな。まあでもこうやって結構周りからサポートしてもらったり、やっぱ支えてもらっていたのはやっぱ大きかったと思いますよ実際。これがなかったらでも分かんないっすよね僕も。やっぱ強がるのはね、変にプライド高いんでしょうね僕。無理してないし、まあわかんないけど、まあそこのところやっぱり自分でもやっぱ弱いと認めないとダメですね。弱いと認めることによって次があるんじゃないかなみたいな。弱いのに弱くない、弱くない、弱くないって強がってるばっかりじゃ、やっぱこう、そうですね、進めないですよね先に。今回の振り返りはとてもいい振り返りになりました。なのでそうですね、
弱い自分を認める、やっぱ辛い時には辛いっていうことを言えるように、これからもこれからなっていきたいと思います。という感じで今回の動画は、入院中に無理しなくていいですよって言われて振り返った時に、その当時の気持ちと今の気持ちっていうのをちょっとお話しさせていただきました。それではまた次回のかたまひー動画でお会いしましょう。バイバイ。